それでやろう、全員集合。オス、俺が最強のオレカバトラー、タンタロだ。こんにちは、頑張ってオレカ界を支配します、ビビエです。またなんか聞こえ、なんか吐息混じりでなんか聞こえましたけど、なんでしょうね。自己紹介してませんね。そうだそうだそうだ、俺がこの基地の隊長の金のケロボンこと金ケロだ。そしてオレカ野郎全員集合、シャキーシャキーシャキー。いやーしかしなんですね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 なんかさ、巨大な敵が攻めてくるわけでもなく何もない、ちょっとぼーっとして過ごすか。ここスベスベしてるしまたなんか金ケロさんが変なテンションになってますね。だいたいこういう時はね、なんかこういう平和の日は、まあ、うどん打つとかそういうこと言い出すんですよ。どうせ打てるん、打てるんですか。え、どうやって打てるん今関西弁になってみたから打てるん言ってたよねびっくりしすぎて、まあ、なんかリビエちゃんなんかないかな、刺激が欲しい。そう、このままだとダメになっちゃうよ金ケロさんが。ダメになっちゃうの。でもこのままぼーっとしておいて、こうパーって光浴びて干物になんかなっちゃったらとってもおいしいなと思うんだけどダメダメダメ、鶏肉の味か。あーちょっとおいしそうだけど、ダメ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 、金ケロさんは食べれません。お腹壊しますよ。じゃあやめる。そう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 、ダメですよさすがに。ちょっと言ってませんよ。そんなこと言うわけないじゃないですか。だよね本当に。で、何ですか、暇ですか、暇なんですか。そうなんだよ。じゃあどっか旅行とかどうですか。すごいそれいい。じゃあさ、今までどっかいいところ知ってる、行ったところでさ。ユビはさ、今までどこに行ったのが良かったの。コアコがさ、いくつか前紹介してくれたんだけど、結局はまあ、積極的に行かなかったしな、俺な。そうですね、俺かか行かなかったですね。教えてもらったのに、ひどい話ね、ほんと。人間界の方が俺長いからさ。そう、やっぱね、秋葉原がいいですよ、秋葉原。秋葉、人間界の方が長いんですか。秋葉がいいのは炭太郎な。行きましょう。秋葉好きなのは、みんな好きでしょ、人間界なの。みんな好きだと思うんだけどな。秋葉で何するの。いや、やっぱりまあもちろんオレかもしますよ、オレかもしますけど、ね、金ケロさんね、いっぱい楽しいお店もありますし。楽しいお店、あんまり深く掘らない方がいいのかしら、これ楽しいお店ってどんなお店がいいのかしら。タンタロウさん、変な感じになるから、変な感じになる。あいつ怪しいぜ。本当よ、本当に。楽しいお店がいっぱい。あーもうほら、こういうポジ、違う本当に。違うんだよ、リビエちゃんが知ってる楽しいところ、素敵なところを教えてくださいって話ですよ。本当よ、もうみんな人間界に毒されすぎ。私が、今日はこのリビエが、私がオレカ界の名所をご案内いたします。楽しみですねまあ、女子力多少ありそうなので。いやいや、二人よりかも愕然と、まあ、俺たちそう俺たちよりは女子力あんだなかったら落ち込んで、うん、おすすめ教えてあげますよ。おすすめはこちら、じゃじゃん、闇のコロシアム闇のコロシアムはい、道具屋で闇のチケット、これかな、こちら、闇のチケットを購入すれば確実に行くことができるんですよ。闇のコロシアムです。ポワコはさ、天空神殿とか女子っぽいところ紹介してくれたって。怖い怖い、行きたくないですよ金ケロさん。単純、天空ってついたら全部女子っぽいって、単純すぎるそんなことないですよ。女心わからねえ、本当に。闇のコロシアムでは普段なかなか会うことのできないモンスターに出会うこともありますし、ここに登場するモンスターは、ここでしか入手できないアイテムを落とすことができるんです。マジ？それにそのアイテムをモンスターに持たせることで特定の技が強化されたりだとか、新技を覚えるようになったりするんですよ。なるほど、新技は魅力的だな。どんなのがいるんですか。
そうね、出てくる方たちの種類は増えたりもするんですけど、うんうん、今旬なのは例えばジークフリッド、うん、あとは光の戦士ダイヤ、おー、ダイヤちゃん、うん、あとはシモンとか、いいっすねシモン、うん、なるほど、こういうアイテムを落とすね、なんかちょっと、あ、今出てますね、そう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 、いいじゃない、いっぱいいるんだよね、これ以外にもね、名前がすっごいいっぱいいる、怖そうだな、そう言って、そう引け腰ダメよ、まあ、でも、ちょっとだけ、ちょっとだけ行ってみようかな、ちょっと、ちょっとだけなら、うん、じゃあ、この闇のチケットを購入することです大丈夫大丈夫、いや多分ね、あの怖すぎて、俺のカブタもビビっちゃった連動してるんだ、すごい、ちょっと、ちゃんと見てみたい、でもカブトも頭の一部だから、気持ちと連動するのね、すごいそんなことはどうでもいいけど話の腰折らないで、はい、もう購入する、この闇のチケットを購入することでしか行くことができないの、はい、だから、はい、タンタロウさん、え、いいの、はい、タンタロウさんの分の闇のチケットあげる、やったー、え、ゆめちゃんこんなのいつも持ってんの、持ってるというか私は年間パスポート持ってるから、え遊園地かよ遊園地っていいじゃない別に、じゃあ早速行きましょう、行ってらっしゃい、行かないの、うん、あ、一人なんだ怖いけど、一緒に行くとかじゃなくて、じゃあ行ってらっしゃい、行きますよーし、じゃあ早速もらったチケットを使ってみるとしよう、さあまずは記録の鍵をスキャンして、さあそしたらみんなね、鍵をスキャンした後はこの道具屋へ、さあそうするとここのちょうど今だと2ページ目出た闇のチケット、さあこいつをじゃあ購入して、さあじゃあ早速使ってみるとしよう、さあ何が出てくるかな、さあこのチケットを使って出てきたモンスターはどれも強力なアイテムを持った状態で登場しているんだ、さあレアドロップだからね、出るかどうかは分からないけど、どいつもこいつもこのねレアアイテムを持った状態で出る可能性がある、今回はこの3体でバトルをするぜ、さあタンタン、ヒエン、リンと、さあ誰とバトルしようかな、お、今日はじゃあこいつとバトルするぜ、さあシルエットはさあゴエモン、さあカチュイ義足ゴエモン登場、バトルスタート、さあまずカゲロ素早さが高い、さあ味方を増やし、こいつはちょっとおっかねっ、あ、まあ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 大丈夫大丈夫、さあここはまずはその端にいるお供のモンスターを倒していくぜ、攻撃、さあ連続して攻撃、ここで撃破、さあこれで1対3だ、さあまだまだ全然余裕そうだ、今のうちにパワーアップ、さあこちらもコマンドアップ、お前は絶対毎回一回はミスしてくれるな、さあさあさあと言ってる間にタンタに重い一撃、抜刀状態だ、今のうちにねダメージを与えて、カウンター待ちできるようにしておこう、攻撃、いや、 やっぱりボスモンスター硬いな、
ようやっとコマンドアップ成功。おー、しいぞ。さあ、ぶん投げた。相手は一人。大ダメージ。会心は相手を変え、飛燕に。さあ、飛燕なんとか納刀状態、カウンターも狙える位置。さあ、ゴエモンにアタック。さあ、ここでゴエモン EX がマックス。今のうちにちょっと削っておきたいけど、いいぞ、パワーアップ。さらにコマンドアップ。さあ、 EX マックス状態でダメージなんで OK。 素早さ的にはこちらが先だったか。さあ、ここは、いや、ここはマグレを、よし、引いた。ダメージを受けてるときはマグレの一撃、大ダメージ、ナイスだぜ。さあ、この EX をなんとか、さあ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 、ここで超 EX を出してく。いや、この超 EX かっこいいよな。このバラマーク Z。 さあ、ダメージは、あー、よっちょっと、さあ、一人やられ、タンタがもうほぼ瀕死。さあ、ここはリントで発動だ。さあ、オッケー、超 EX 発動成功。さあ、変身して攻撃されても大丈夫、安全マージン取っといて。お、いけるか。タンタのアタックでフィニッシュ。400オーバー、さすがタンタ。というわけで、さあ、このようにね、チケットをみんなも使ってバッチリバトルしてくれ。さあ、もしかするとこれでレアなアイテムが出るかもしれない。さあ、まずはね、ここはちょっと進んでいきましょう。せんね、いかがか、よし。さあ、ここも、あーっと、今回は出なかったが、なんとかね、みんなはアイテムゲットして、モンスターもゲットしてくれよ。それじゃあ、みんなもバンバンチケット使ってくれな。俺コマンドのコーナー。さあ、今週の俺コマンドはこちら。でで、ん、上上上、右右右。2016年5月23日から29日までの1週間有効です。今回は新ヴァンパイアキラーを持ったシモンが登場しますね。え、ぜひ、ね、ゲットしてほしいですね、はい、この1週間ね、バッチリ期間守ってコマンドで遊んでください、はい、さあ、では、キンキャラさん、リビエちゃん、早速お便り質問のコーナー行ってみましょう。さあ、まずはこちら質問のコーナーからね、質問からいきましょう。ででーん、はい、イラスト付きなんで最初ちょっとね、かわいい、こちらかわいいですね。エンリル書いてくれてます。で、質問の内容ですが、タンタロウさん、ケンケロさんに質問です、サンボエンリルの帽子の中身はどんな感じだと思いますか。はい、こちらの方ね、自分は特に真ん中の部分が帽子なのか頭の一部なのか気になって仕方がありませんと、こう矢印矢印言ってるんですけど、頭なのか帽子なのか髪の毛なのか、ね、帽子なのか帽子なのか眉毛なのかなのか、眉毛、はい、じゃあね、オレカネームコナさんからいただいております。ありがとうございます。これどう思います、どこまでが帽子か、ね、どこまでが頭か。髪の毛、キンキロさんは髪の毛、うん、さあ、で、こちらはですね、実は真ん中の部分は帽子でございます。お、な
でもね、その後意味深な一文が、でも帽子は頭の一部ですと追記があるんです。一緒じゃないか。やっぱりどういうことなんですかね。ミステリー。帽子は、帽子とかその帽子が汚れたりちょっと破れたりしたら痛いんじゃない。あー、ここ、ここくすぐったら、じゃあくすぐったいってことですか。あー、そう、神経は通ってるっていう。あー、なるほど。耳の角はどうなってる。いやいやいや、一部一部一部。いやいや、じゃあちょっと目つぶってて、目つぶってて、何何するつもり。目つぶってて、キャー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 。これ検証についてはまた今度にしましょうか。ですね、本当にやめてください。はい、ということで、まあ、こちらは帽子だそうです、ね、でも帽子は頭の一部ということなので、うん、ある意味頭なんではないかっていう、ね、頭ですね。頭なのかもしれない。ちょっとこのね、この質問コーナーの答えは毎度こう若干送ってくれたみんなにも考えさせるみたいな。いい番組じゃない。そう、ただただ答えはあげないみたいな。哲学、哲学、うんうん、考えましょう。考えてね。さあ、続いてこちらはですね、何枚か分かれてご案内しま、ご紹介しますが、兵庫県のセラフィンさんからいただきました。それはあれだな、イラストじゃなくて。はい、そうなんですよ。あのね、それね、本当はね、ちょっといっぱいお手紙書いてきてくれて、今までだったんだけど、もうなんかもう いっぱいありすぎて、ちょっと一番おって思ったところだけにします。わかりました。感想とかこうとかいろいろくれまして、ありがとうございます。全部はちょっと紹介しきれないんで。じゃあまず今日は採用させていただいたこちら、いきますよ。じゃじゃーん、じゃじゃーん。このね、合成レシピありまして、はい、銀の布と白い布で、竜の羽を、そして角と羽で、体を、わかりやすい。さあ、そしてこれにブルーアイを足すと完成ということで、豪華。すごい。これ大きい写真がこちらにね、全体図があるんですけども、ででん、自分でこれすごい作ってくれたんですね。すごい、俺より出来がいい。で、ほら、え、キンキャロさん、キンキャロさんよりね、もうキラッキラしてますからね。うん、テカリ具合も全然違う。ちょっと俺のキラキラなくなってきたし。お風呂に入ろうかな。お風呂に、お風呂に入ったら戻るんですね。わかんない、パサッパサなっちゃった。一回試してみましょう。ね、セラフィンさんのね、シルバードラゴン、すごいですね、これね。いやー、すごい立派。本当に。で、まあ、本当にこのドラゴンたちが大好きみたいで、シルバーだけじゃなくてね、こちらも。すごい。これ、ちょっと、これちょっと、可愛がってるね。ね、シルドラ大好き、天国って書いてくださってます。え、キンケロさんのね、お友達も、これ、うん、この、でも、キンケロさんよりキラキラされちゃったら、ちょっと困っちゃいますね、キンケロさんね。まあ、しょうがない。天然だ。今、俺、毛だからさ。そうだね。自分を磨く努力はしなきゃダメよ。あ、うんと。お、おー、女子力。そう、女子っぽい、女子っぽい。笑い方気持ち悪い。ということで、ね、キンキャロさんも負けずに輝くように、頑張ってほしいです。これ本当に素敵です。セラフィンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ではこちらのイラストも紹介しましょう。青森県の、むやみさんからいただきました。じゃじゃーん。はい、かっこよくロゴも書いていただいて、俺かやろ全員集合と、ね、こちらコメントも、すごい細かい。ね、読ませていただきましょう。ヒートくんですね。俺かやろうと、やろう、かけてるのか、なかなかやるなと、なかなか、このダジャレ王にも褒めてもらいましたよ。まあ、もう何何話、50何話だけどな、もう今更感あるけどな。ね、やっと気づいてもらえた、ね、60話か。むやみさんはこちらもう本当に解禁からずっと大好きみたいですね。すごい、一回採用したような気もせんでもないな。うん、で、鍵飾りかおめでとうっていうことでね、それを模して書いてくださってる感じですね、こちらね。ありがとうございます、はい、素敵。ヒートに認められたら俺かやろうもね、相当なもんですよね。そうだね、はい、ダジャレばっかり言ってますからね。さあさあさあ、では今週こちら最後になりますかね、ご紹介いたします。はい、こちら、岐阜県のりょうじくんからいただきました。はい、こちらですね、ダークタンタ
人を描いてくれます。描いてくれますね。いいね。めちゃめちゃ目がかっこいいよ、ね、真っ赤になっちゃってる。はい、でこちらコメントメッセージも、愛知県のトウヤくんとオレカで遊んでます。りょうじくんは岐阜県にお住まいなんですけど、県をまたいでお友達ができたってことですかね。素敵。ね、バトルしたりオレカのこと話したりして、とっても楽しいですと。これはオレカ少年団案件だな。これ本当ですね。確かにやってますっていうあれだな。はい。ありがとう。ね、そういう意味では今回それの初の初採用させていただいたお手紙になりますね。すごいですね。その県をまたいでって本当に嬉しい。はい、タンタロさんが、一番欲しいモンスターは何ですかと書いてくれてますが、これりょうじくんはブラックドラゴンが欲しいですと書いてくれてるんで。いや、そう、ブラックドラゴンってみんな覚えてますか、どんなのか。何を言ってるの。大丈夫ですか、覚えてますか。覚えている。ブラックドラゴン、これがね、りょうじくんの欲しいブラックドラゴンですよ。さあ、オレカ野郎全員集合は毎週月曜日、オレカバトルの公式ホームページで、はい、更新してますんで、毎週必ずね、欠かさず見てください。チェックしてほしいですね。今週ね、お便りを採用させていただいたみんなには、うん、こちらのはい、オレカエンブレムカードをプレゼントいたします。うん、なんかタンタロへこんでない、大丈夫。いや、何を若干テンション低くなる。いや、そんなこと、いつもの元気なタンタロウくんですよ。よかった。ほら、これもあるよ、これも。すごいですね。かわいい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 本。お人形としてほしいわ。ね、確かに。うん、はい、というわけで、毎週月曜更新予定ですので、必ずチェックしてくださいね。それでは、また来週。バイバーイ。バイバーイ。すごい、怖かった。